どうもアルファチャンネルです。ちょっと前の動画でね、仮面ライダーパラドックスのレベル99の、フィギュアーズをね紹介しましたけど、その時にねエターナル、こちら紹介したと思うんです。でまだね開封はしてなかったんで、これを改めて今から開封しようと思うんですけど、その間にまたさらにね2つブレ版から登場したので、こちらもね合わせて開封していきたいと思います。それではね、まずエターナルからね確認していきましょう。この真骨頂本当に楽しみにしてました。でこれなんかでかいんですよね。ちょっと記憶がなくて、なんだろう、あーメガハウスさん、分かった、もう分かった。はいはい、そしてこちらが仮面ライダーエターナルということで、ほんとこれもね待ちわびてました。確かこのエターナルも大阪、去年の大阪であった魂ネーションズのイベントの時に飾られてたんですよね、確か。ちょっと記憶が曖昧ですけど、なので実物もね見ていたので、ほんとかっこいいなと思ってたのですけども、こちら真骨頂シリーズ仮面ライダーエターナル、ドン、おーかっこいい、めちゃくちゃかっこいい白とね黒がかなり合ってますよね。エターナルってほんと映画にあれ1回登場しただけかな、本編って多分出てないですよね。それでこの人気ってすごいなと思って、でこのマントの素材どういう素材なのかも気になりますよね。であとはこのガイアメモリーね、ひたすら体につけてましたけど、それも全部ついてるのか気になるところですね。それでは早速開封していきましょう。さあそれではオープンしたいと思います。ドン、あーあー、さらにドン、きたー、エターナル、うわガイアメモリー入ってますよこれ、完全にすげえな、ほんとすげえな。でマントは後ろかな。はい、まずはこちら本当に入ってるままで、紹介すると、これ肩パーツとかはねダブルの感じですけど、これ見てくださいよ。これ試しにこれ一つ取ってみようか、取れるのかな。あ、さすがにねここのガイアメモリーは抜けないんだ。あ、なるほど。いやこれね、変身の時にねガイアメモリー刺すんですけど、ほぼ同じようなサイズなので全部抜けるのかなとか思って、でこれポロポロ落ちるんじゃないかなって想像してたんですけど、体についてるやつはさすがに抜けないですね、もうくっついてます。まあ逆にちょっと、あ抜けないんだって思いつつも、なんか安心はしますよね。絶対その方がいいと思う。絶対なくなりますもんね多分、遊んでるとガチャガチャしてね。こうしてみると本当にねたくさんガイアメモリー仕込んでますよね。すごいわこの数。でこれ確かソフィアのね松岡さんでしたよね、変身したの。それもなんか注目を集めましたけど、ほんとハマり役でしたし、かっこよかったですよね。なんかこのフォルムとかを見るとちょっと松岡さんの顔を思い出すぐらいのインパクトが残ってます。で付属パーツをねちょっと装備してみましょう。はい、で付属パーツがこちらなんですけど、今見ているとここら辺についてるパーツって、特にこれを今から新たに付けないとダメということじゃなくて、このガイアメモリーがないバージョンに変更することができますよっていうパーツみたいですね。まあ個人的にはねこのガイアメモリーあった方が断然かっこいいんで、このままにしておきたいと思うんですけど、ここはこの肩の部分ですとか、あと足の部分もねこういう感じでガイアメモリーない状態に変更できるみたいです。でこれは手首パーツついてて、これはね武器を持つ用の手首パーツですね。でほんと手首パーツ多くて、こういう感じ、いろんな種類の手首パーツがついてますね。こんなポーズとか結構珍しいですよね。なるほど、こんなポーズもあるのか、すごい、めっちゃかっこいい、めっちゃかっこいいですね。でちょっとメタリックっぽい感じになっててすごい綺麗で、気になってたのがこのマントですよ。どんな、そう、あー柔らかい、あ布ですね、うん布って言っていいのかな、布っぽい、うわすごい上質な感じ。いやマジか、これってアーツ上初めてじゃないですかね、こういう素材シャ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 ってなる、すごいわこれ。で刺すにはさすがに首パーツを一回取らないとダメですよね。はい、パカンと外して、うわこれやばいっすね、ほんとやばいですよこれ。ジョイント部分あるのかな、まあないか、あるようでない。でここに頭の頭部パーツをもう一度はめます。でこうやってはめるときとかにね、ここら辺取れるんだとほんとポロポロ落ちると思うんですけど、逆に嬉しいです。うーわすっげえ、
すっごい、これ逆に、おぉ、すっごい。かっこいい、かっこいい、ほんとかっこいい。針金っぽいのかな？開こうと思えば、こういう感じで開けるから、手でこう、バサッと上げてるような、あ、取れた。シーンなんかも、おぉ、かっこいい。すごくないですか？これ、ほんとに。マジか。ここまで再現できるのかって感じで、結構自由自在に動きますね。いや半端ないよこれは。本当にアーツすげえなーっていうか真骨頂すげえなー。いやーもう感動すマジで。はい、肩パンちょっと取れましたけど、近くで見るとこんな感じで、素材感伝わりますかね。ほんとちょっとつるっとした表面仕上げなんですけど、布ですよね完全に。で、要所要所この縁に針金っぽい感じでついてるんで、まあうまく固定できたりとか形状をね記憶できるような感じがありますね。はい、で色合いとか見ていくと基本的にホワイトでも、完全なホワイトなのかな、うっすら、本当にうっすらクリームがかってるようにも見える、なんかパールホワイトって感じかな。で、青足元はこういうちょっと青いラインとか入ってて、で、腕のね、先端も青い、まあ青い炎かな、宿してる感じ。で、この顔もかっこいいですよね。シンプルですけど、ほんとかっこいい。で、ダブルの体の形、受け継いでるんですけど、あんまりダブルっぽくない印象が個人的にはありますね。なんか近未来のライダーって感じ。はい、そして付属しているのが、さらにこの3つのガイアメモリですね。と、あとこの武器パーツが付いてます。本当に今回付属パーツ多いですね。で、ガイアメモリ3つ付いてるんですけど、それはこのエターナルのベルト、変身ベルトに挿入することができますね。で、変身ベルトに関してはダブルと違って、まあジョーカーとかスカルと同じように片方だけのね、ドライバーになってますね。これ、ここのガラス部分とかも本当綺麗なんですよね。はい、それではね、いくつかポージングをさせていきましょう。はい、まずはこんな感じ。さっきもね、ちらっとこういうポーズさせましたけど、こう手をね、バサッとやることで、このマントの部分がバサッてこう広がる感じ、これを再現してみました。結構バットマン感がね、出てきてしまうんですけど、これ本当はもう少しこうバサッてなる感じ、こっち、こう上に上げるからこっちまで来る感じになると思うんですけど、まあこれでも本当に素晴らしく再現できてますよね。めちゃくちゃかっこいい。ほんと最高っす。はい、こういうアングルで見てもめちゃくちゃかっこよくないですか、本当に。で、後ろはね、ちょっと背景立たせてますけど、ほんとかっこいい様になりますよね。こんな感じ、めっちゃかっこいいです、ほんとに。はい、さらに、マントに覆われながらのこの武器を構えてる感じもかっこいいですよね。まだ本気は出していない感じ、マントまだ被ってるんでね、ピッコロじゃないですけど、マントをかぶってて本気出してない感じはありつつも武器を静かに握る感じ、こういうのもほんとかっこいいですよね。はい、でこんな感じでね、戦闘シーンも難なく再現できますよね。で、結構関節がね、やっぱり真骨頂シリーズってしっかりしてるんで、こうブラーンとならずにね、しっかりがっちり固定をしながらポージングを取れるっていうのがすごくね、素晴らしい点だと思いますね。で、パラド、一緒にね、到着したパラドと戦いのシーンを再現するとこんな感じ。パラドもほんとクオリティ高いですけど、こういう感じでほんとまるで生きてるみたいな感じでね、ポージング取ることできますよね。マジ、日本のフィギュアの技術、バンダイの技術すげーと思います。いやー、クオリティ高いわ。はい、ということで仮面ライダーエターナルの真骨頂紹介しましたけど、本当にね、ぜひ皆さんも手に取ってたくさんのポーズで楽しんでほしいと思います。本当遊び応えがある、飾っても素晴らしいんですけど、すごく遊び応えのあるフィギュアだと思います。でもこうして並べるとね、本当フィギュアーツのレベル、もう言葉じゃ表せないぐらいすごい技術力だと思います。今後もね、ほんといろんなライダー楽しみにしていきたいと思います。で、このエターナルもね、ぜひともストップモーション動画したいと思いますし、まあライダー対戦 AL とかにもね、登場できるかなーとか思いながらね、いろいろ工夫して頑張っていきたいと思いますので、またね、何かしてほしいことあればコメント欄から、一個意見ください。ということで、このエターナルの、レビューは一旦これで終了させていただくんですが、先ほど見たね、残り2つの箱、あちらも開封しておきたいと思います。
で、まずは小さい方からいきましょう。はい、まずはこちらジャグラス・ジャグラーですね。ウルトラマンオーブから登場した、まあ敵ですよね。ジャグラー、ジャグラス・ジャグラーが到着しました。はい、これかっこいいね。なんか久しぶりに見た感じもしますけど、こういう感じでね、ちょっと力の抜けた感じ、舐めた感じもありますし、あとこの変身アイテムのオーブリングじゃなくてダークリングになるんですね。これも付属してる、これも嬉しいですね。で、こちらもとりあえず中見てみますか。で、まだねレビューできていないんですけど、こちらウルトラマンオーブのスペシウムゼペリオンもね購入しているので、これ2つでねぜひともバトルをしてみたいなと思います。で、今回どうしましょう。まあジャグラス・ジャグラー、とりあえずまた今度ね別の動画でアップするとしましょうか。はい、これはちょっと別の動画でアップしたいと思います。そして大きかったやつですよね、がこちら。これが3つ目ですね、到着したやつなんですけど、メガハウスさんから来てたということで、これです。こちらナルトの畑かかし先生ですね。こちらのバリアブルアクションヒーローズシリーズのデラックスバージョン、今エースがねすでにレビュー以前しましたけど、そのシリーズの、ナルトバージョンが届いたということで、これも大きいんですよね。はい、パッケ、うわ、めっちゃかっこいい、このシャリンガン。いや、このデザインは相当いいんじゃないでしょうか。ちょっと、はい、立ててみるとこんな感じ。うわ、これやばいっすね、このデザイン。で、基本的にこういうちょっとね、モノトーンじゃないですけど、あの、青っぽい感じで、いや、デザインされてるんですけど、シャリンガンのところだけ色ついてるんですよね。これってデザイナーさんとかがやるんですかね。めちゃくちゃセンスいいパッケージ。で、あー、このね、ひたやてのないかかし先生、かつちょっと髪の毛が降りてる感じになってるのかな。こういう先生もかっこいいですね。で、これ見る限りかなり絵になってるんで、イラストになってるんで、実際のフィギュアがどうかっていうところが気になるところですけど、こちらですね、これが中に入っているということで、サイズ感もねかなりあるはずですし、これ千鳥でしたっけ、この、ライキリか、え、ライキリ、ライキリ、このねエフェクトも付属しているみたいですね。はい、でね、こちらもちょっと開封しようと思ってたんですけど、あまりにかっこよくて、なんかこのね流れで開封してしまうのがもったいないので、もう開けたいところなんですけど、ちょっとまた別の動画で、開けたいと思います。ということで、本当にあのね2個ともちょっと軽くあんまり開けれなかったんですけど、今回レビューしたのがこちら、仮面ライダーエターナルですね。ということで、こちらをね紹介させていただきました。またね随時あの動画配信していきますので、楽しみにしておいてください。この動画が面白いと思った方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。コメントもじゃんじゃんしてください。それでは今回もありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。アロハ。